俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。まあ今出したようなですね、オープニングよく見ると思います。こういうですね、荒野行動でまあありがちなオープニングですね。まあ僕は無個性オープニングと呼んでるんですけど、まあそれはさておきですね、それの作りから今回はですね、ご紹介していきたいと思います。まずですね、やっていくことが、ブレンダーというソフトがあります。これでオープニングを作っていく形ですね。これはまずダウンロードとインストールされてください。ちなみにそのダウンロードリンクは、概要欄に貼っておきますので、そちら、お使いください。で、ダウンロードしたらですね、こんな感じの画面が出てきます。これをまずですね、こちらの方を押していただいて、ユーザープなんちゃらみたいな感じのやつを押していきます。で、押したらですね、こんな感じの画面が出てきます。ここでまずシステムを押します。システムを押して、システム下側の、こちらですね、インターなんちゃらみたいな、これを押して、フォントのやつを押して、ここから日本語を選んでください。日本語を選んで、下の3つを全部選択。選択して、ユーザー設定の保存を押してください。で、次にですね、YouTube とか Google で、ブレンダーイントロ、こちらで検索すると、まあいろいろですね、テンプレートのイントロが出てくると思います。このまあ動画とかですね、そういうのを開いてから開いて、だいたいですね、ダウンロードリンクがですね貼ってあると思いますので、こちらを押して、テンプレートをダウンロードしてブレンダーで開いてください。開いたらこんな感じのですね、画面が出てきます。出てきますので、まず右クリックで選択します。右クリックで選択して、タブキーでこうやって打つと、まあ書き換えれますんで、書き換えておいてください。この映像の場合は、まあ全部ですね、こうやって一回消してしまった方が早いですもんね。一回消してしまってやっていくと、ちょっと待ってくださいね。消してしまってから、ここでこれも消して、まあ適当な数字を英語とか打ちます。まあ、自分スコアラ TV なんで、スコアラ系とデバイです。ここで、スコアラ TV とこんな感じです。打てば大丈夫ですね。こうやってまあ真ん中持ってきてもらって、こんな感じでやっていきます。で、やった後ですね、このレンダーというところを押してください。ここを押してから、出力ですね。出力を押して、まあ、保存する場所を決めます。まあ、今回は、C のユーザーに、保存しますけども、この場所を決めとかないとですね、出力しても、動画自体ができませんので、これを先指定してからやってください。指定した後にですね、OK を押します。OK を押して、このアニメーションですね。このアニメーションを選択します。アニメーションを選択することで、ここエンコードが始まりますので、これをまあ開始させておいてください。いくぜ、いけ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 、あっ